どうもこんにちは。今回ですね、キャンプ用品を揃えようということで、100均に行ってきました。ダイソーですね、ダイソーに行ってきたんですけれども、なかなかいいものが揃ってたので今回ご紹介したいと思います。最初はステーキのお皿、大きさがだいたいこれぐらいですね。手と見ていただけると分かるんですが、だいたい手ぐらいの大きさでしょうか。で、これはですね、鋳物になってるんでこのまま網の上に乗っけて焼くこともできるんじゃないかなと思います。で、これ用のお皿、受け皿ですね、この受け皿に乗せるような形で食べれるかなと思います。スキレットですね。一応もう一回洗って、水分を抜くために焼いて、それから油を塗ってっていう作業をしてます。これが200円になりますね。200円でこれってすごいですよね。これもだいたい手のひらサイズぐらいでしょうか。キャンプは基本的に一人で行こうと思ってるので、まあだいたいこれぐらいのサイズでもいいのかなと思います。こう目玉焼きを焼いて、ここにソーセージでも焼いたら良さそうですよね。コーンバターとかできそうです。これは結構活躍するんじゃないでしょうか。それとカッティングボードです。まな板ですね。これも結構ちっちゃめのものを選びました。まあ、まな板としても使えるんですけれども、先ほどのこのスキレット、これを乗せる台としてもいいかなと思って購入しました。それとですね、小さめのトングですね。結構ちっちゃいなと思いますが、先っぽがギザギザになってるんで、まあ持ちやすいかなと思います。これは鍋つかみですね。鍋つかみで、これをこう開いたり閉じたりして、こう熱くなってるところをこうパパッと取れるような感じになってます。これ結構いいですよね。掴んで火から下ろす、掴んで火から下ろす、まあちょっと噛み合わせは悪いところありますけどね、100均なんで。でもまあ十分使えるんじゃないかなと思います。陶器のお皿だとやっぱり割れちゃうんで、こういうステンレス製がいいのかなと思って購入しました。で、これはですね、こう折りたたむことができるんで、まあ、場所も取らないからいいかなと思います。ここのね、取っ手の部分がカラビナになってるやつもあったんですけども、まあそれだとお値段が200円になってしまうんで、この100円の方にしました。安くていいですね。とりあえずさっきですね、ステーキ皿ご紹介しましたが、それがあるので、ナイフとフォークのセット、ステーキ用ですね、それを購入してます。結構ちっちゃいものに今回はこだわったんですけれども、なんでちっちゃいものにしたかっていうと、これ買っちゃったんです。コストコで2000円ぐらいで、この中にもう一個ちっちゃいこんなやつが入ってるやつなんですが、まあ、とりあえずこれを買っちゃったんで、ちょうど入るぐらいのものがいいかなと思って今回はちっちゃいものを選びました。重たいんですけどね、この見た目が気に入っちゃったんでしょうがないかなと思ってます。わあ、すごい武骨な感じですよね。で、この中に、まあ先々の話ですけど、この中にうまいことシングルバーナーとカセットガスですか、それが入ればいいなと思ってるんですが、まあとりあえずやってみないとわからないので、近々やってみたいと思います。できれば荷物はこれだけで済ましたいっていうのがあります。まあクーラーボックスとかは別としてですね、調理器具とか小さな荷物はこの中に全部収まるような感じで組み立てていきたいと考えてます。キャンプグッズもいろいろありますけども、まあ、やっぱり揃えるとお金がかかってしまうので、僕としてはできるだけ安く揃えて、それでキャンプを楽しんでみたいと思います。どうせ一人なんでね、一人で頑張ってみます。それではまた次回に。